皆さんこんにちは。今回はですね、続きだな。ミステリージャングルやっていこうと思います。でね、一回ねさっき行ってみたんですけど、めちゃめちゃ敵が強くってですね、それから少しだけ育てました。なんかレベルに対して上がんなかったんですけど、ゴールドランクになって、まあね、持てる荷物の数が増えたりとか、はい、したので、いけるかな？でもね、いけない気がする。まあでも一応行ってみましょう。じゃあミステリージャングル行きます。よし、行くぞ。早速敵が、あ、そうそう、それでね、アチャモがですね、弾ける炎を覚えました。炎の技はね、ちょっと忘れさせて、あー強っ、弾ける炎を覚えさせました。でここは敵がめちゃめちゃ強いので、もうガイドの枝とか持ってさっさと行きたいですね。ぐわっ、あーよかった、危ない。あ、まだ、あ、強っ、あー、つらっ、さよなら。こんなトラップあるんだ。アドレン発だった、行きましょう。あー早速怖い。あっちね、わー、ここさ、なんか罠がすごいですね。ああ。もうなんてめんどくさい敵なんだ。うん、これはどうすればいいんだ、怯えちゃってる。あーよかった、いた、くそー、飛んでもらおう。忍び歩き、眠ってるポケモン近づいても起こさない。へえ、面白い。ああ。ああ、いるね。一応ね、復活の種、金塊1個で5個も交換できたりするからね、めちゃめちゃ交換してきたんですけど、いけるかどうか非常に不安ですね。あーやだなー、飛んでもらおうか。もうほんとしのぎの枝、ほんとすごい、お世話になります。よいしょ、よし、あー倒しちゃった。で、あー、よし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 、鍛錬の種初めてだな。鍛錬の種なんだ、バークの間技が成長しやすくなる。へぇー、食べさせとこうか。あ、そうなの、次のフロアに行くと元に戻っちゃうんだって。あー無駄にしたかも。まあいっか。あ、自復活は大切であるよ。どうしよう、光の玉、ワープの玉、いやどれも大事だな。いや、クラブの身で、よいしょ、はい、行きましょう。次3回、どうしようかな、何か使いましょうか。光の玉でも使うか。そこそこ遠い気がする。
とすぐ下、あ、ラフレシアだ、かわいい。これトラップが怖いから罠怖そうで、すごい、ただの種がめっちゃ蓄積されてる。よいしょ、あ、そうだ、これじゃないだ、あ、すぐそこね。いや、先行こう。ちょっとピピエダーがあったから迷っちゃったけど。はい。よいしょ。あー、おー、モルフォン。なんか久しぶりな感じだな。よいしょ、よいしょ、よし、次行こう。やばいな、たくさん持ってきたけど復活足りなくなるかも、怖い。次11回、8か、
はい、行きましょう。うん、抜けたみたい。だいぶ奥まで来たのかな。誰も見かけなくなってきたけど、あれ、あそこ行き止まり。これ以上は進めない。仕方ない、戻るか。あ、ミュウ、ミュウだ。あ、わあ、ねえ、どっから来たの。名前はふんふんって言うんだ。ミュウだよ、よろしくね。ミュウ、ミュウなの。うん、ミュウだよ、知ってるの。え、ミュウに会いに来たの。え、太陽、古代のこと。ミュウね、何のことか全然わかんないや。なんか太陽な感じもしないし、古代のミュウでもなさそうな気が。新しく生まれ変わった別のミュウってことなのかな。ちょっとでもいいから手がかりを期待したんだけど、このミュウは何も知らないみたいだ。せっかく会えたけど諦めるしかないか。あれ、がっかりしてるの。うん、ごめん、君のせいでがっかりしてるわけじゃないんだけど。あれね、帰っちゃうの。あ、ついてきてる。かわいい。なんか後ろから気配が。やっぱり、もしかして。もう、かわいい。さあ、行こう行こう、早く早く。はい、ということで、ミュウが仲間になったみたいですね。どうしようかな、もうちょっとやろうかな。まあ、ダンジョン回るところは省きましょうかね。まあ、そんなこんなで、ここまで一緒についてきてしまったってこと。また子供？ジラチに会いたくないよね。やっぱり食べ物に誘われてやってきたの。その発想しかないのかよ、お前は。まあいいでしょ、もう一匹だと仕事も大変そうですし、正式なメンバーとして認めるわけにはいきませんが、ムーの助手として働くのであれば当面は OK でしょう。どうでしょう皆さん、反対意見はありますか。ないよないよ、むしろ嬉しいくらい。幻のポケモンってすごく珍しいし。ジラーチもそうだよね。あの、僕も幻のポケモンなんだけど、一応ね。太陽とはまた違った感じで賑やかになりそうだね。決まりですね。それではミュウ、これからよろしくお願いしますね。うん、みんなありがとう。はい、こうしてミュウもここで働くことになりました。はい、ムーンとミュウの調査団生活が始まったのです。うん、仕事頑張ったね。頑張りすぎてミュウもう眠たいよ。先に寝るね。じゃあね、ムーン、おやすみ。まだ幼いのか、すぐに眠くなっちゃうんだね。なんか可愛いな。しかし太陽を追っていたはずが、いつの間にかこんなことに。太陽ではなく古代のミュウでもない、全く別のミュウ。なんだかずいぶん懐いちゃったけど、そのうちまた森に帰りたくなるかもしれないし、しばらくはこのままでいいかもね。あー、ミュウが仲間になったぜ。はい、ムーン、おはよう、今日も頑張ろう。皆さん今日も頑張りましょう。おー、よし、ってことで普通にダンジョンになると思うので行ってこようかな、ダンジョン。うん、そうしよう。じゃあね、少々お待ちくださいね。はい、調査終わらせていきました、一つ。はい、あ、ミュウが話しかけてますね。うん、どうかな、ミュウ仕事にもだいぶ慣れてきた気がするんだけど。いや、まだ一つしかやってないけどね。ミュウも役に立ってるかな、どうかな。ちなみに
弓はね強かったです。サイコキネシス使って。本当？頑張ってるし元々が強いしね。やったー、マーに褒められたー。いやすごいよ。もう何でもできそうだよ。へへ。あ、可愛い。へへ。あれ？これって。したの今一瞬太陽になんかぼーっとしてて面白い。あれ今お腹鳴った？マーのお腹？じゃあミャのお腹かな。まあどっちでもいいか。早くご飯食べに行こう。ん、あれなんか見られていた気がしたけど。はい、ごめんなさい、今回ちょっとねまた動画が長くなると思います。すみません。今までよりも最長になるかもしれない。できるだけね、あの前半のあのミステリージャングルのところは早送りして短くしようと思ってるのでよろしくお願いします。うん、おはよう、今日も頑張ろう。はい、よし、じゃあまたダンジョンなのでダンジョン行ってきます。はい、また調査終わらせてきました。今日も頑張ったね、ムー。でもここの生活にだいぶ馴染んできたね。それにしても調査団のお仕事って面白いんだね。いろんなところに行ってそこにいるポケモンに出会って。ねえムーン、ミオがここに来る前は太陽ってポケモンが一緒だったんでしょ？きっと太陽も楽しかったんだろうな。でも今はどこかに行っちゃってるから太陽はすごく寂しいんじゃないかな。太陽、早く戻ってくるといいね。そうですね。うん、眠くなってきちゃった。先に寝るね。うん、おやすみ。マイペースなのも似てますね。ミュウ、ミュウ、ありがとう。あー、これどうなるんだろう。これも普通に調査になるかな。はい、おはようございます。普通に調査みたいですね。じゃあまた飛び飛びになって申し訳ないんですが調査を一個終わらせてきます。はい、終わりました。うん、また明日頑張ろうね。じゃあね、おやすみ。特にないかな、イベント。まあ、とりあえずセーブしましょうか。もう朝かな。風が気持ちいいな。そろそろ起きるか。あれ、なんで、あれ、ここは、ここはおたゆか村の、どうして調査団の部屋じゃなくてどうして突然ここにいるのは自分だけ。う、頭が痛い。誰かに殴られた。記憶が飛んでいる。もともと記憶がないのにさらに記憶がややこしいな。でもなんとか思い出そう。ポケモンになってダークマターを倒したのは覚えている。その後太陽が消えてしまって、そしてミュウに出会って、そうだ、ミュウに出会ったんだ。ミュウに出会って一緒にしばらく生活して、そこから何があったのか思い出せない。一体何が。どうしちゃったの。あれ、ってかミュウがいないね。なんで穏やか村にいるんだろう。あれ、誰もいなくない。この花さんいないよね。あれ、
チームもいない。あれ、おお、イベント、いった、そんなか、そうだ、ユウは、そうだ、ユウは急に具合が悪くなって倒れ込んで、え、そうなの、ワイワイタウンに、うん、行くけど行くけど、なんでいきなり丘の上に行ったんだろう、不思議だね。ミャー、ミャーがいない、 どうしてずっと寝込んでるわけではないんですが、たまにこうして具合が悪くなるんです。何かわかりますか。ミアがこうなったのはダークマターの影響だ。ダークマターのダークマターは全て消滅したわけではなく、ミアの中にその一部が残っている。そうだ、思い出した、ミアを見てもらおうとネイティオを呼んだんだ。そうしたらミアの中にダークマターが残っていると。ネイティオが、おたよかむら、行きたい行きたい、かわいい。そうだ、大きな木のある丘の景色を見ればミアも元気になるかなと思って、それでおだよかむらへ。わあ、すごく綺麗なところだね。あれ、ミアがいない。気がつくといつの間にかミアがいなくなっていて、うん、そっか、そこで自分は何者かに殴られて大きな木のある丘で気を失っていたんだ。それじゃミアは、うん、クチーとデンリュウ、うん、ミュウは一緒じゃないんですか。いないの、いなくなっちゃったの。え、穏やか村ね。実は先ほど調査団にこんな手紙が届いたんです。手紙、え、ダークマター口癖よそうでないと世界はまたあの悪夢に包まれる。このように浄化の洞窟にてミュウを消滅させる。そうすることで世界の平和は守られるのだ。で、調査団は我慢されたし、以上。これって、もしかしたらミュウはこの手紙を書いた主にさらわれたのではないでしょうか。ミュウが、浄化の洞窟には魂を沈める力がある。その力を利用してミュウを消滅させるんじゃ。あ、浄化の洞窟ね、はいはい。ミュウは消滅、ダークマターを何とかしなければという気持ちはわかります。ただそれでもどんな理由があろうともミュウを消すなんて、そんなことをさせてはいけません。そうね、浄化の洞窟ね、なんか発音間違ってたね。で、なんかさ、城の浄化かなって思ったら浄化するの浄化ね、はい。あー、どうしよう、じゃあ今回はここで終わりにしましょうかね。はい、浄化の洞窟がまだ残っているのでね、はい、あと何パートか、はい、すみません、ほんとズルズルしてるな。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。